はい、ということで今回は岐阜県揖斐郡揖斐川町にございます夜叉龍神社さんに来ておりますということで、今回はとっても短い動画になっております。本当にね、全部早口で言ってしまいますのでお許しください。はい、今回皆様と参拝するこの夜叉龍神社さん、今からおよそなんと1200年前に干ばつ、大干ばつのね、旧美濃の国、今の岐阜県、ここを襲ったんですね。そして、まあ、それにもうどうしようかということで、郡司、国司の下の郡司ですから、今で言うと、あえて言うと、まあ、市長さんみたいな、そんな感じの方ですね。この安八太夫とお読みすればいいんでしょうか。その安八太夫が、どうしようって悩んでいた時に、小さな蛇を見かけたそうです。そしてその蛇に向かって、雨を降らせてくれるなら娘をやろう、そうつぶやいたそうでございます。そうするとその日の夜の夢枕に小さな蛇が現れて、私は龍神だと、望みの雨を降らせる代わりに娘をもらうぞというふうに言って、雨がたちまち降ったそうでございます。そしてその翌日ね、その龍神が若者に姿を変えて安八太夫の元を訪れて、その話をねしたそうでございます。その話を聞いた3人の娘、その中の末娘がそれならばということで、その龍神のもとに嫁いだという、そんな話、今から1200年ちょっと前の話でございます。はい、そしてね、その安八太夫、娘のことを心配し、娘が嫁いだその龍神の住む池、これがね、夜叉ヶ池というんですが、そこのもとを訪れて、もうすでに姿を龍神に変えていた娘に最後の別れをしたそうでございます。その話を聞いたのがずっと下って、今からおよそ400年前、岐阜県に大垣藩というね、10万石って言ったら結構大きな藩でございます。その10万石の藩の殿様だった戸田氏金でよかったかな、間違えてたら入れときますね、訂正文ね。その氏金がそれを聞いて、まあ、感動して、夜叉姫を祀ってると書いてあるものもありますが、実際看板を見るとね、あの光龍神って書いてあるんですけど、高尾神のことだと思います。高尾神の神をお祭りしていた。ただ他にもね、夜叉姫をお祭りしているっていう話、あの先ほど言いました安八太夫は奥宮さん、要するに夜叉ヶ池と屋敷のあったところとに、夜叉ヶ姫をねお祭りするお社を建てたということでございますので、ここも夜叉ヶ姫をお祭りしているというふうに思いたいので、私はあえて夜叉ヶ龍神と、そして、まあ、龍神様と、そして、高尾神というふうに書かせていただきました。はい、ということで今から1200年以上前にねあった干ばつ、それを龍神様が雨を降らして救った、そしてそのね、お父さんが自分の娘、龍神のもとに嫁いだ娘を祀るために作ったもの、はい、そこで、今この夜叉ヶ龍神社さんができた、そのいきさつはこの参拝時間の後にもうちょっとだけ喋りたいと思います。どうぞご参拝ください。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。何しろね、小さな神社で、映像としてすごく短いので、同じ映像といいますか、あの私参拝時間2分近くしているので、その時の映像続きでございます。その話を聞いたのが今
岐阜県にあるイビデンというね、4000億円の年商がある非常に大きな上場企業でございます。そのイビデンの前身の会社かな、すぐ近くに川上発電所というのを作った時にね、この場所にこの夜叉龍神社さんを作ったということでございます。まあ、作ったというか正確に言うと大垣藩のね、殿様が作ったの、江戸時代を通して4回災害で壊れてるんですが、それを復興させたのがイビデンという会社でございます。今でもイビデンの会社の役員さんはね、こちらの方に参拝に上がってるという、そんな話のある夜叉龍神社さんでございました。私は毎日動画公開しておりますので、ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。それでは失礼いたします。失礼します。